米大リーグ MLB ドジャースの大谷翔平は日本時間30日本拠地で行われたオリオールズ戦に1番 DH で先発出場するも5打数ノーヒットに終わった。チームは6-3で勝利し80勝に到達した。1勝1敗で迎えたオリオールズとの3連戦最終戦。大谷は第1打席にセンター方向へ打球を飛ばすも好捕球に阻まれた。その後は見逃し三振凡打に終わり、8回の第5打席ではレフト方向へ飛ばすもあと一伸び足りなかった。チームは大谷以外の野手全員が安打を放ち14安打の猛攻を見せた。